はい、皆さんこんにちは。ハモンドオルガン奏者の土田晴信です。今日はカウントについて少しお話ししたいと思います。カウントはですね、そんなに難しいことはないんですね。それでですね、要領をつかめば皆さんも簡単にカウントできるようになると思いますので、今日はその辺についてお話ししたいと思います。まずはですね、ジャズのスイングとかですね、ブルースの例えばシャッフルですね、そういったリズムの時にどうやってカウントするかですね、それについてお話ししたいと思います。まずは4拍子、4分の4の場合ですね。4分の4拍子でどういう風にするかというと、まず普通に1、2、1、2、3、4と。で、この時にまあスナップ今してますけど、スナップする必要はないです。普通に1、2、1、2、3、4と。このようにカウントを出してあげれば分かりやすいかと思います。それで、その時にですね、まず、そのカウント出す前に頭の中で少し曲をちょっと鳴らしながらですね、まあ、その時にハミングしてもいいですけども、ちょっと鼻歌歌ったりとかそういう感じで少しですね、して曲の感じ、イメージ、テンポを感じて、それからカウントを出してあげること。これ結構意外に大事です。そうしないと意外に出すときにですね、早く出してしまったり、自分の、まあ考えているテンポ、感じているテンポより実際早く出してしまったりということがあるので、その前にですね、曲を感じてカウントを出してあげる。ということが大事です。そして二つ目。これはですね、ジャズってですね、大体四分音符は八分音符の長さで弾くと。いうルールが基本的なんですけれども、もちろんテヌートがある場合はまあちょっと例外なんですけれども、四分音符は八分音符の長さで演奏すると、これが基本なので、例えばカウントの時に1、2、1、2、3、4とこのように伸ばしてしまうとスイングした形にはならないんですね。ということは少し短くしてあげる。8分音符の長さ1、2、1、2、3、4と、このようにしてあげればよりスイングした感じでですね、ミュージシャンに伝わるかと思います。それでですね、その時にまあ大声とか小声で言うのはこれは大丈夫です。どちらでも。やはりですね、カウントはお客さんにあんまり聞いてほしくないなとか、そういった状況の時もあると思うので、その辺はですね、状況に合わせてどのようにするかですね、まあ、こういった感じでカウントすればいいと思います。とにかくカウントから音楽が始まってる。このこと大事です。やはりカウントがですね、ぐちゃぐちゃだったりとか、カウントがあんまりですね、クリアじゃなかったりすると、バンドがそれに伝わってですね、バンドもそのような演奏することよくあるんです。ビッグバンドとかですね、コーチしたりとか、指揮したりするときに、このことってものすごく大事なので、やっぱりカウントから音楽が始まってる。ということを、特に考えてですね、カウントを始めるということをしてほしいと思います。それで次にですね、必ずしも曲は一拍目から始まるわけではないので、例えばこの一拍の裏の場合どうしたらいいかというと、そういう場合は1、2、3、4、1、表の拍まで数えてあげる。1、2、3、4、1ってしたらこの一拍の裏からうまくピックアップですね、が始められるので、そこまで数えてあげる。この場合はですね、二拍の裏1、2、3、4、1、2とこのようにしてあげればスムーズにいくと思います。それで三拍目の表から始める場合はですね、二拍まで数えてあげる。カウントしてあげる。1、2、3、4、1、2とそのようにしてあげれば大丈夫です。それで、次、ワルツの場合は普通に3拍子なので、1、2、3、1、2、3と、このようにすればいいです。で、もし、ワルツで、一拍の裏だったら、1、2、3、1ですね。そのように数えれば大丈夫です。二拍の裏だったら、1、2、3、1、2と、そのようにしてあげれば大丈夫です。で、ジャズのバラードなんかは、そういう場合はですね、まあ基本的に4/4、4分の4、4拍子が多いんですけれども、そういう時は、ドラムがですね、基本的に
つ、ち、つ、ちって、こういうようなパターンを刻むことが多いので、普通に、ワン、ツー、スリー、フォー、スイングと違って、ブツにこう切らないっていうかですね、こう少し長く取ったけど、ワン、ツー、スリー、フォーと。それで、あとはですね、まあ、これに似たような形なんですけど、少し違う、8分の12、ツッツッツッタッツッツッって言われてるですね。この場合はですね、ワン、ツー、スリー、フォーと、このようにカウントしてあげれば大丈夫です。ボサノバとかですね、まあ、ロックの8ビートなんかは普通に1、2、3、4とこのようにしてあげれば大丈夫です。1、2、1、2、3、4と。で、これも同じように一拍の裏だった1、2、3、4、1まで数えてあげると。カウントしてあげる。二拍の裏だったら1、2、3、4、1、2と。このようにカウントしてあげればバンドもよくわかると思います。まあ、サンバとかもですね、1、2、1、2、3、4とか、このような形でカウントしてれば大丈夫だと思います。というのも、ベースラインがドゥッドドーン、ドゥッドドーンって動いたりするので、1、2、1、2、3、4と、このようにカウントすれば大丈夫です。ということですね、いろいろありますけれども、カウントはそんなに難しくなくですね、クリアにこのように出してあげれば、皆さんもできるかと思います。今日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。